二塩化ポロニウムは化学式がピコル2で表される放射性元素ポロニウムの塩化物である。二塩化ポロニウムは p 2 2 2 p m m 2 p m m m のいずれかの空間群における射法小型の単位格子であるとされるが、これはおそらく疑似格子である。真の空間群は90度に近い一つ以上の格子格を持つ単射小型、または三射小型である。 可能性もある。空間群が P222 であると仮定すると、この構造は、ポの歪んだ立方範囲を、ピコル8、CL の歪んだ平面四角形範囲を、クラポ4と表される。ピコル2は、金属ポロニウムのハロゲン化あるいは4塩化ポロニウム、ピコル4の脱ハロゲン化によって得られる。ピコル4を脱ハロゲン化するには、少し湿らせた、ピコル4を二酸化用によって、 摂氏300度で還元するか、熱したピコル451酸化炭素、または硫化水素気流中摂氏150度で還元する方法がある。ピコルには気塩酸に溶けて自動酸化されるこの桃色溶液となる。ピコルには過酸化水素、または塩素水によって急速に酸化される。桃色溶液に水酸化カリウムを加えると、暗茶色の沈殿を生じる。 これはおそらく水和したポー、またはポニで急速にポニ酸化される。希少酸を加えると、ピコルには暗積色の溶液となり、未知成分からなる白変状の白色沈殿を生じる。ありがとうございます。